ウェイト版タロットの悪魔マルセイユ版タロットの悪魔悪魔はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。カード番号は15。前のカードは14節制。次のカードは16等。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、暴力、激烈、前もって定められ動かせぬもの、黒魔術を意味するとされる。ヘブライ文字は、アインただしこれには、複数の遺説がある。 黄金の夜明け団の説では、ティファレトとほどのセフィラを結合する教に関連付けられている。以下のような小説がある。悪魔の名が示す通り、誘惑の象徴として解釈が行われる。マルセイユ版では、頭部に黄金の角と冠、背中にコウモリのような羽を持ち、手には鋭い爪を備え、左手に柄のない剣を持つ悪魔の姿が描かれている。悪魔が、 最も強調している象徴は、わけがわからないである。頭部の角は、お鹿の形であるが、手には、猛禽類を思わせる爪を備えている上、背中の羽は哺乳類であるコウモリの形である。また、股間の膨らみは男性を象徴するが、女性の胸部を意図した図形を胸に模している。これは、悪魔が人間に接触する際のカモフラージュとして、女性の純粋さや、 無邪気さを装い、悪魔の持つ残忍さや古速な心を覆い隠そうとしているためと考えられている。このように、ちぐはぐな象徴を一体の像に集約することは、混乱や葛藤といった心理的錯乱状態を示し、悪魔を滅亡や破壊へと誘う恐ろしい存在として扱っていると解釈される。これを最も象徴しているのが悪魔の持つ剣である。 剣自体は、大アルカナの他のカードにもしばしば登場し、小アルカナのスートにも採用されている象徴であるが、悪魔では、葉の部分を持った状態で描かれている。つまり、悪魔は、剣の使い方は愚か持ち方すら知らないのである。悪魔に描かれる剣は、誰にも制御されない極めて危険な暴力の象徴である。このことから、悪魔の頭部の冠を、 北欧神話のオーディンの冠として結びつける説がある。オーディンは北欧神話における最高神であるが、プライドが高く、感触を起こしやすい劇場家としての側面を持つことから悪魔の冠をオーディンのそういった面を象徴していると解釈されている。一方で悪魔を救世主と見ることもできる。悪魔は創世期において、 イブをそそのかしちへの身を食させたが、見方を変えれば、悪魔の意志がどうであれ、人間にとっては、科学を発展させ地球上に種を広げる良い結果を、もたらしたと言える。これは、意図のあるなしにかかわらず、当人の望む望まぬにかかわらず、結果的に起こる奇跡、すなわちトリックスターを意味する。また、悪魔の下段には、頭部に角を思わせる飾り物を装着し、 歌のような耳と尻尾を生やした二人の人物が悪魔の立つ台座に繋がれた状態で描かれている。この二人は悪魔の下辺と解釈される。これは絵の構図が強行と体になっていることから由来しているとされる。人間の内面的部分が悪魔に仕えることによって起きうる様々な影響や、またその役割自体もよくわかっていない状態を表し、何の葛藤も感じず、 何の成長もないガキのような小さな存在であることが、教皇同様に中心の人物との対比によって示されている。加えて、二人の人物が薄ら笑いを浮かべている様子は、自分の行動を完全にコントロールできると思い込んでいる人などによく見かける表情である。つまり、この二人も悪魔が教皇と違い、独裁的で自己中心的な立法を司さどることを示す。 要因ともなっている。故に、教皇のカードでは、悪魔が教皇となり、下の二人が後ろ向きで描かれている。しかし、悪魔と下辺をつなぐ縄は緩く、自覚さえあれば、下辺は悪魔の支配を脱出することができることも意味している。ウェイト版に描かれる悪魔は、魔活具を象徴する、ヤギの角、ワシや鷹の要素であるカギ爪状の足、 ホリのような翼が生えた姿で描かれており、バホメットや濃厚を司る紙パーンがモチーフとされる。この悪魔の下にいる四角状の黒い台座に繋がれた鎖に囚われた一組の男女にも角と尻尾があり、悪魔と同化していることが伺える。左の女性の尻尾は古代からワインなどで用いられているドウの房が描かれており、右の男性の尻尾には 悪魔の左手に持っている松明から着火して燃えている様子が描かれている。これらはいずれも欲望や快楽から夜を騒がせてきた犯罪者、独裁者を示すものとされる。悪魔の頭上には五芒星が上下逆に描かれていて、これが示すものは落ちた人間、堕落の象徴とされている。台座の色と背景の黒は本来人が関わるべきでない闇の世界が一面に広がった。 悪徳の言凶がここにあるという構図としている。ありがとうございます。